皆さんこんにちは、観音崎水博物館の佐野です。昨日の夜ですね、雨が降りました。で、山カンガエルの、がねいっぱい来て卵を産んだんですけども、今産んだ場所がですねちょっとすぐ干上がっちゃう場所なので、ちょっとこれから卵を救出して一時的にちょっと他の場所に移したいと思います。でその池もこの後また直すので、そのままほっといてオタマジャクシもね死んじゃうし、オタマジャクシってこう生まれた後散らばっちゃうので、救出がめんどくさくなるので卵のうちに救出をしたいと思います。じゃあ行ってみましょう。結構産んでますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 塊あります。はい、結構産んでくれました。嬉しいですね。いいですね。まだ産み立てでプルンプルン、この卵塊の中にこういうゼリーの中にこうたくさんちっちゃい卵が入っているわけですよ。いいですね。プルンプルンで、昨日雨が降ってね、あったかい雨だったので水も結構あったかいです。いい感じですね。嬉しいね。うわ、あったか。こちらの方も1,2,3 塊ぐらいありますね。今親がいて潜っちゃいましたけど、こっちは安定してるのでそのままで大丈夫ですね。よかったよかった、順調ですね。いい感じでたくさん産んでくれてます。よし、じゃあちょっと取っていこうかな。よいしょ。崩さないようにしたいんだよね、なるべく。ダメだ、そうかな、なるべくこう中が壊れないように作りましょう。こんな感じ。はい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 。ここが前のあの池を作る時にやっぱ干上がっちゃうので、その保護用に設定した池なんですね。もうすでにここも産んでますね。こんな感じで。ここに、一時的に、卵塊を入れて、はい。こんな感じでね、入れました。はい。これでとりあえず、ここの水は枯れないので、干上がることはないので、とりあえず大丈夫だなと思いますね。はい、というわけで、カエルの救出をしてきました。で、ヤマカガエルはですね、本来はもうどこでもいるはずの超普通のカエルなんですけども、今アライグマの食害もあったりとか、あとそもそもこう水辺がなくなっちゃったりとか、ね、意外とこう少なくなってる、減少率で言ったらかなりね減少しているカエルなんですね。でこの場所でも、昔からいて、何度かもう僕が来る前からね、このカエルがいなくならないようにいろいろ博物館がさっきのね水辺を用意したりとかやってきたので、まあこれ引き継がなくちゃいけないし、カエルのためにもということで、今年もちょっと救出をしました。はい、まあとにかく今の池も新しくこれからなるので、ちょっと今年1年は手を加えて、次からはもう勝手に回ってくれるといいなと思ってるんですけども、という感じで今日は山カガエルの救出をしました。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。